こんにちは。金沢美大デザイン科に興味を持っていただき、ありがとうございます。この動画では、ホリスティックデザイン専攻の入試情報について説明します。まず、ホリスティックという言葉ですが、全体的、包括的、総合的といった意味です。ホリスティックデザインと銘打つ本専攻は、 多様なデザインスキルを基礎として学び全体的な視点で領域横断型の想像力を育む専攻です広告パッケージ本映像ゲーム商品開発空間景観建築ファッションブランディングこれらを包括的に学び確かな基礎を築きます そんな専攻にはデザインの多様性と楽しさを学び新しいデザインの世界を作り上げたい人や幅広いデザインをじっくり学んでみたい人自発的で何事にも遊び心を持って取り組める人デザインは好きだけどどの分野か決まっていない人などが向いていると思いますでは早速本専攻の入試情報について説明します まずは入学者受け入れ方針として、ホリスティックデザイン専攻のアドミッションポリシーを紹介します。あらゆることやものに好奇心を持ち、思考を止めず手を動かし続けることができる人、人と関わることが好きで、多様な意見を柔軟に取り入れ、自分の答えを見いだす人、金沢の街を学びの場として、 デザインの力で世界をより良くしたいと願う人です。このような学生を求め選抜試験を行います。次に、募集人員についてです。ホリスティックデザイン専攻の入学定員は40人です。40人全員を一般選抜で募集します。一般選抜は、 実技試験が1400点大学入学共通テスト600点の2000点満点です詳細は秋に公開予定の一般選抜の募集要項をご覧くださいここからは令和5年度の実技試験について参考作品を使って解説していきます実技試験は2日で行いました 初日は朝からデッサンを4時間行い、2日目は午前中に色彩構成を3時間半、昼食休憩を挟んで午後からは立体構成を3時間半行いました。はじめにデッサンです。今回のモチーフは透明で硬いカプセル、折る、曲げる、破るといった加工が容易なカードでした。 モチーフの形状や素材の違いを理解しそれぞれの特徴を書き分けているか手の特徴を理解した上で効果的に描き他のモチーフと組み合わせて画面を構成することを期待しましたデッサンは基礎造形力と画面構成力を評価の対象としています課題文をよく読んで素直に描写することが大切です 木をてらうことなく、素材や形について細部まで注意深く観察し、それらを画用紙の上に魅力的に表してください。人を驚かせるような絵を描く必要はありませんので、ブレやスピードを表現する高架線、モチーフに顔を描くといった漫画的表現は不要です。画面全体を繊細に包み込むハーフトーンの濃淡が印象的な作品です。 カプセルの大きさに強弱をつけることで奥行きの演出にも成功していますが全体のバランスを考えるとカードはやや大きく感じますまた手に比べてカードは書き込み不足で他が上手にまとまっているだけに惜しいところです画面全体に性的な雰囲気のある作品です地面に落ちる影を描くことで 床との関係性が明確になり逆光の効果と相まってドラマティックな画面演出に成功していますシンメトリーな構図の効果がよく出ている反面手の動きがやや単調で物足りなさも感じました左右の手を描くことで画面密度が増して力強い作品になっています複雑になった構成要素も構図を工夫することで 品よくまとめており画面構成力の高さが伺えますまた書き込みにメリハリをつけることでモチーフの形が際立ち鑑賞者の視線をうまく誘導しています次に色彩構成です提示されたキーワードつながりからどれだけイメージを広げることができるかさらに躍動感が感じられる構成を 画面内ででで色彩をを使っていかかにに具体的に展開できるかを求めた室内ですこの出題では画面の構成力だけでなく色彩の組み合わせバランスなど画面全体から躍動感が感じられるよう工夫が求められます試験問題用紙に記載された制作条件を読み解き採点基準に沿った作品を試験時間内に構想し 持参した用用具を用いて完成ささせることとが必要とされます。タイトル SNS スマートフォンで使用する SNS の吹き出しをモチーフにしておりその吹き出しの大きさと色彩を多様に展開することで動きが感じられますディスプレイ同士がつながる構図に白の直線的な背景を大きく配置することで画面にコントラストがつき 引き出し同士のつながりが奥に吸い込まれそうなのか、上に進んでいるのか、不思議な感覚が演出されています。また、青の同系色で描写されたスマートフォンの形態は、最小限の表現ながら、制作意図を十分に伝えることができています。タイトル言葉でつながる左右から互いにコミュニケーションしている様子を 抽象的なパターンと直線的な構成で表現されていて、直線と斜線の組み合わせがよりスピード感を感じさせる躍動感として伝わってきます。直線、斜線、その組み合わせから見える三角形など、線と形がバランスよくつながって細い直線などもアクセントになっており、一部に使用されたグラデーションも効果的です。 サイドを抑えた色彩は調和的にコントロールされており画面全体のバランスとして成功していますタイトル「あの森」有機的な形態を用いており中心は深い青で奥行きを感じさせるとともに人物モチーフを印象的に見せる明度差を生み出しています画面の左右に弾けたような形を配置し 色数を抑えつつ吟味された配色を使用することで赤の色彩がアクセントになっています結果的全体を通して画面のどこかが弾けそうな予感を時のつながりとして感じ取ることができます最後に立体構成です生き物の家をテーマに与えられた 3つの材料の特性を生かした立体構成を求めた出題です。問題条件を読み解き、立体作品、タイトル、制作意図、生き物の目線でのスケッチを試験時間内に構想し、完成させることが必要とされます。材料は塩水台の紙コップ10個、棒状の割り箸10本、細くて柔らかい糸です。 材料特性の生かし方は様々考えられますが平面的な発想ではなく立体的空間的発想の中に独創性を期待しています。またテーマに対してしっかり答えているかも重要です。生き物の家について独自の視点で具体的に構想・記述しそれを立体造形として表現することを求めています。 スケッチからも立体の持つ空間性やスケール感を含めて制作意図を確認し評価しています。タイトル「名シープ羊の住む家」紙コップの形状と加工性に着目し羊の柔らかいイメージを表現しながら割り箸と糸を効果的に使用することで雲のような 浮遊感を感じさせることに成功していますここで羊がどのように佇むのかやや具体性に欠けますが絵本の中から飛び出してきたような空想的な発想と立体造形の表現が特出していましたタイトル森のトンネル紙コップをずらしながら重ねてできるアーチを 割りり箸と糸により浮かび上がらせせ自立立させたダイナミックな立体構成です紙コップの中はトンネル状につながり鳥たちが雨風をしのぐ家となりながら外部は森のゲートとしてさまざまな生き物が集う場となるといった制作意図も含め評価しましたタイトル「カタツムリが隠れる家」 紙コップと割り箸のシンプルなユニットを糸で結び螺旋状の集合体として美しく立体構成されています渦巻くからを持つカタツムリが集まって住む家もやはり渦を巻くという発想が面白く乾燥に弱いカタツムリがコップの内側に潜り込むイメージ製作意図の具体性も引い出ていました 令和五年の実技試験参考作品の解説は以上です最後に令和六年度の試験日程のお知らせです試験は3月6日7日の2日間で実施します例年より早い日程になることご留意ください詳細は秋に公開予定の 一般選抜の募集要項をご覧ください初日は午前中にデッサンを行い午後から色彩構成2日目は午前から立体構成を行いますここまで参考作品を用いて実技試験の概要や評価のポイントをお伝えしてきましたが正解は決して一つではありません皆さん 一人一人が持つ感性を信じ、3つの実技試験の特性に合わせて、独自の視点で意欲的に取り組んでくれることを期待しています。選考に関する情報は、今後、大学ホームページにて案内予定です。よろしければ、ホームページもご覧ください。ごご視聴ありがとうございました